バカリンゴはバノーラでしか育たない。なんでまた？バノーラの土壌に原因があるらしい。ジェネシスはいつもバカリンゴを持ち歩いてた。なんで気づかなかったんだ。ずいぶん変わったもんだ。クラウドを頼んでいいか。ああ。なんだ。クラウド、ちょっと待ってろよ。すぐ戻るからね。降りたら戻れそうにないな。こんなのあったっけ？どこへ続いているんだ？バノーラホワイトジュース、全国農産物コンテスト加工品の部最優秀賞。へえ、すごいな。このジュースを考えたのはバノーラ村のジェネシス少年。はあ、すげえすげえ。ジェネシス少年のコメント、とても嬉しいです。でもジュースだけではなく、そのまま食べても美味しいんです。両親と一緒に英雄セフィロスにリンゴをご馳走するのが僕の夢です。ジェネシス、俺にできることはあるのか。何かの端末か。台座には7つのくぼみ。このくぼみに女神のマテリアってのをセットすれば、あの扉が開く。そんな感じか。
この先にはきっとジェネシスがいる。復讐に取り憑かれたる我が魂、苦悩の末にたどり着きたる願望は我が救済と遅かったな。またラブレスか。お前はアンジールの思いを継承し、セフィロスの一部をその身に受け継ぐ。親友の再会が果たされたというわけだ。これでラブレスが再現された。違う、目を覚ませ、ジェネシス。獣たちの戦いが世に終わりをもたらすとき、俺はあんたを救いに来た。暗き空より女神が舞い降りる。光と闇の翼を広げ、至福へと導く贈り物とともに。なんだよそれ。女神の贈り物、バノーラの自然が生んだ神秘だ。贈り物は細胞じゃなかったのかよ。解釈はいくらでも可能だ。わかんねえよ。思いを巡らせること自体もまた贈り物。みんな星に帰るのさ。もちろんお前も今や俺は星の加護を受ける。
と聞かせろよ。言葉を捨てるなよ。モンスターになりきってんじゃねえよ。この野復讐に取り憑かれたる我が魂、苦悩の末にたどり着きたる願望は我が救済と、君の安らかなる眠り。もしかしてあんたは最初から戦え、ソルジャークラスファーストザックス。どいつもこいつも俺に押し付けやがって。ちゃんと鍛えたんだろうな。レベルアップしたし楽勝だぜ。では成果を見せてもらおう。さあ先月のお前のデータだ。よっしゃ、覚悟しろ先月の俺。あれまるで成長してないか。訓練中止。一度セフィロスにでも預けてみるか。行くぜ、とっておき。ソルジャーの誇りを見せてみろ。Conflict resolved.
シンラが来た。喋んなくていいよ。あいつが一緒に戦ってくれた。お前、統括。ありがとうな。よし、一緒に食おう。本物じゃなくて悪いけどな。うまいか。あ、女神の贈り物か。このリンゴが？夢が叶った。元気ですか？どこにいますか？あれから4年です。そしてこの手紙は89通目。でももう出す当てがありません。最後の手紙はあなたに届きますように。ザックス、お花は売れ行き好調です。みんな笑顔になります。ザックスのおかげだね、エアリス。4年って最後ってなんだよ。エアリス、待ってるよ。お前も絶対生きろよ。僕たちを出すなんてよほど重要な任務なんでしょうね。我らの兄となる存在らしい。そうですか。ただ
彼は果たして受け入れるのか。約束のない明日であろうと、君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。星の希望の雫となりて、地の果て、空の彼方、遥かなる水面、密かなる逃げとなろう。シスネ、フンも動き出した。奴らよりも先に確保しろ。分かってるわ。軍は加減を知らないもの。生きたままだ。必ずだぞ。お前がザックスの命を救うんだ。もちろん。私の本当の名前まだ教えてないよ。彼らタロ、手紙を渡したいんだ。88通目。冗談だよ。お前を放り出したりはしないよ。友達だろ。二人ぽっちを見つけるなんて不可能だぞと。あらゆる任務を遂行するのがタークスだぞと。それに孫さんは渡すものがあるらしい。ターゲットに、不良郵便や一年越しの仕事だぞと。ゾット、そっちは？同じく。これからポイント2、3号へ向かうわ。レノ、ルードはポイント1、2、0へ。了解。急ぐゾット。自由の代償は高いぜ。夢を抱きしめろ。そしてどんな時でも
ソルジャーの誇りは手放すな。いらっしゃいませ。アクティベイティングコンバットモード。決まった。見てろ。はい、おしまい。じゃあな。はい、どうぞ。せーの、おしまい。好きにやらせるかよ。はい、決まった。シスプレゼントは、タクサ、サバカ、アンジールを渡すのには、よろしくセブンスがお前を示した理由は、しっかり受けなさいよ。ジャックス、後でね。Combat mode.